T ィー・ the p a は、イギリススコットランドのパースキンロス、バラードの空港跡地で開催されていた野外ロックフェスティバルである。1994年から2016年まで、毎年7月中旬の週末に開催されていた。平原上の広大な会場には、7つの主要演奏ステージのほか、大小多くのアトラクションや飲食店と、宿泊用のキャンプサイトなどを併設しており、 当時その開催規模はグラストンベリーに次ぎ英国最大を誇った。2005年と2006年には2年連続でイギリスのフェスティバルアワードでナンバー1に輝いた環境面の充実も認知されており、上記のグラストンベリーやフジロック、アメリカのコーチェラ、ボナルーラと同様に自然の中で3日間にわたって開催される巨大ロックフェスティバルであった。 フェスティバルの会場ティンザパークは同時期に開催されるアイルランドのオキシュゲンフェスティバルと連動したラインナップを形成しており、毎年出演者のブッキングにおいて互いにシェアし合う姉妹フェスとしての機能を両社間で有している。両フェスの出演者がスコットランド・アイルランド間をはしごすることから実質に都市開催のタスキ掛け方式をとるレディングフェスティバルや サマーソニックなどと同様の開催形式であるとも言える。イベント名ティーンザパークに関するティとはスコットランドを代表する有名主類初開催は1994年で、当初はサウスラナークシャイアの国立公園であるストラスクライド公園内で開催されていたが、1997年以降はバラードの閉鎖空港にその開催地を移して行われている。 はじめ2日間の開催であったが、2007年より3日間開催に移行。翌年からは、日本の富士ロックと同様に、参加客のキャンプサイトの設営開始を前日からに開放し、前夜祭りを含む木曜日から日曜日の開催となっている。会場確保の問題などから、2017年は開催されないことになり、同じ週末にグラスゴーグリーンで開催される。 trnsmt フェスティバルに変更された。2017年の trnsmt フェスティバルは成功を収め、2018年と2019年も trnsmt が続けられた。2019年にフェスティバルの主催者であるジェフエリスは tin the park が二度と復活しないことを発表した。快適な鑑賞環境を評価される tin the park であるが、 その歴史に暗い影を落とすのが2008年に起きた死亡事故である。酒に酔った観客同士での乱闘騒ぎが発端の事件であるが、以降、フェス内での治安維持が大きく取り沙汰される事態であった。2005年2日目のメインステージのラインナップが発表された際、同日のヘッドライナーに内定していたグリーンデーではなく、 地元スコットランドの国民的存在であるトラビスが、ふさわしい、低演出順を逆に変更すべきである、との意見が、参加予定の観客たちから上がり、開催直前までどちらがヘッドライナーを務めるべきか英国の音楽ファン全体を巻き込む論争が巻き起こった。結局、当初の予定通りのスケジュールで滞りなく、フェスは開催されたものの、 一時はトラビス側も困惑する地元ファンの熱狂ぶりが注目された新騒動であった。詳細は英語版 EN ティンザパークを参照。ありがとうございます。